皆さんこんにちは、なおなお軍曹です。私は全国さまざまなアクアショップやアクアリスト宅訪問をしたり、また自分でもさまざまな水槽を立ち上げております。さて今回は水草やパルダリウム、そしてカエルがすごいというマーボーングさんのお家へやってまいりました。一体どんなお宅なんでしょうか。それではお邪魔したいと思います。失礼します。うわー、めちゃめちゃすごくないですか。あ、カエルの鳴き声がそうなんです、皆さん、マーボングさんはですね、カエルをたくさん飼われてるんですよ。しかも一つ一つが超かっこいいパルダのレイアウト。これまさに夢ですよね。うわー。それではあのマーボーグさんにちょっとお話を伺いつつ撮っていきたいと思います。それではこちらのケージはどんなカエルちゃんが入ってるんですか。これはね、プンターローレルっていう、あそこにですね、プンターローレル、このカエルです。うおー、イチゴヤドクガエルっていうカエルで、はい、うわーかわいい、あーちっちゃい、うわー、これがあのここに2匹ほど入ってて、繁殖なさったんですね。あ、そうなんですか。この奥、あー、いたいたいた、いました。これはチャスターっていう、そこにいるんですかね。チャスター、うわー、オレンジの、オレンジですね、かなりはっきりして、多分10匹ぐらいは。おお、すごい。こちらは、ここはね、ハネリーっていうカエルがいるんですけど、ちょっとここは水溜まってるんですけど、はい、ここの水の中に親がカエル運んで、はい、で僕がここに餌あげるんで、はい、ほとったら勝手に子ガエルが上がってくる。へえ、かわいいですね。もうほんまこのケージの中で全部のサイクルが出来上がってるケージですね。で、これがタラポトっていう感じですね。タラポトですか。ヒョウ柄みたいな。はい。まさになんか毒々しいですね。はいですね。へえ。ここも基本こったらかしいですね。鳴き声がしてるのが。これですね、ちょっと今泣いてます、はい、のぞんところずっと膨らんでるのがそうですね。本当だ、泣いてる泣いてる。オスしか泣かないんで、あれがオスです。多分奥音のメスちゃうかな。あれですね、そうやってメスの気を引こうとしてるわけですよね。俺はかっこいいぞと必死です、こちら、はい、こちらのパルダも壁一面にヒメイタビが茂ってて、めちゃめちゃかっこいいですね。もう取れないんですでもヒメイタビもここまでやっぱ茂ってたら気持ちいいですね。邪魔ですね邪魔ですかいや、すごい。ここも無性のケージなんですけど、ここだけね、はい、水位がちょっと高いんですよ。あ、本当だ、下に魚がいて、はい、バタフライフィッシュ、バタフライレインボーとかとペンシルフィッシュがちょっと一応入ってる感じです。ほんとだ、魚も泳いでますね。と水中のブセがちょこっと、水中のブセがいて陸上部分と、そうね、陸の部分は緑のカエル、ホンウェイスっていうカエルで、ここもまあパールグレイヤー含めていろんなブセがわっさりとは入ってるんですけど、ほんとこう現地のジャングルを見てるかのようですね。結構やっぱヤドクは蛍光色の子が多いですね。多いですね。それはやっぱなんかこうあえて目立たせるような色してるってことなんですか。まあ警戒色ですね。俺は毒持ってるぞっていう。近寄るんじゃねえぞと。そう。で、こっちのケージも、こっちのケージはバラデロっていうのが入ってるんですよ。いましたね。この子がバラデロ。バラデロ。このケージも多分10匹ぐらいは入ってるんちゃうかな。じゃあどんどん増えてった子たちなんですね。そうですね。ここはもう、ここの草はほとんど僕処理もしてないですね。はい。これはバスレリーっていうカエルが入ってるんですけど、ね、はい。もうここはブセと、ホマとアリダルムとかそっち系がメインで、はい、多分うちのケージの中で一番ブセが多いケージです、ね。もうワンサカいますね。うわぁ。これオリーバーとかな。はい。セリアンとかオリーバー、ズネッドとか、はい。これちょっと、
言えない。言えないやつ。あのちょっと持ってる人いないんでこれちょっと言えないです。お店との約束なんで。じゃそこはカットしておきます。別に映ってもない。映す分にはいいです。名前言わないだけです。はい、内緒ですっていう。で、これは DP かな。DP でこの辺はあれですね。あのカユラピスの実とかちょこちょこっと一応。これもアグラ。アグラですね。これはもういらないんで取っちゃいますけど。トマト。結構奥行きありますねこの水槽。これは奥行き45あるんですよ。すごい。45のキューブです。はい。あ、45キューブですか。はい。いやこれじゃあレイアウトの幅広がりますね。そうですね。これもでも一から全部やるのおすすめなんで。はい、いやー楽しみですねまた。全部植物抜いて。はい。またねあの近日中にあのリセットすると思いますので、ぜひ気になる方はですね、マーボーグさんの X フォローの方よろしくお願いします。あとこの辺がちょっと子ガエルがおるんですかね。子ガエルちゃんたちがいっぱいいると。あー本当だ、赤ちゃんがいる。ちっちゃいから、可愛い。おたまじゃくしゾーンまで。あーこういうカップに入ってて。そうですね、こうやって。これがまだおたまになってない。あ、おたま。あもうおたまになってますね。今これ出てきてる。はい。3ヶ月もう今これ足入ってます、ね。あ本当だ。もうそろそろですね。もうそうですね。あと2週間、はい、3週間ぐらいで多分ピョンピョン飛ぶようになってくるわけです、ね、上がってくると思います。餌です。餌ですか。虫です。あ、本当だ、動いてる。これがよく食べるんですか、カエルが。そう、カエルが食べる。で、トメムシなんで基本植物とかにもいいんですよね。はい、あそうですよね。有益虫、はい、あのピシウムとかいうのを食べたりとかするので、まあ結構普通に植物買ってる人でも欲しいっていう人ってたまに渡したりすることあるんですけど。そうですよね、ピシウム菌にやられちゃったりとかってよく聞きますもんね。そうですね、それに対いいんで、でうちの結構増えるからうちのものが、はい、えらい人気のある。へえ、ほんと超素敵なケージたちです。最近はこっちよりも魚の方が楽しい。そうなんですよ、実はですねこちらに水槽もあるんですよ。これがね、またなかなかお魚入ってるの渋くないですか皆さん。ねえ、この引っ越しで立ち上げた水槽、はい、まだ10日ほどです。はい、アクセルロディブルーとかラスボラヘテロモルファブルーとか、これまたいいっすよね。で、普通のオトシンじゃないんですよ、ニューゼブラオトシンがいたり、ね、またまたこちら高級魚がいたりですね。そう、僕が魚の名前分からへんから今名前言われて、あ、そういう名前の子なんだ。まあでもこれからまたアクアリウムの方もどんどんちょっと手を出していこうと。いやでもこれはこんだけですからね、はい、向こうにあるスペース、今のここのスペース物置きになってますけど、はい、ここ全部元最終的には全部多分こっちもカエルちゃんとのケージになっていくわけですね。なぜカエルにハマったのかっていうのを聞きたいんですよ。もともと植物から入ったんですけど、はい、買って集めるよりも、はい、なんか植えた方が面白いかなっていうのでちょっとこうしだして、なら魚と一緒でこう景色の中に生きてるものがおらんっていうか寂しいなと思って、はい、ディスカバリーの、はい、今田店長から、はい、カエルがいいよカエルがいいよっていう悪魔の誘いがあって、でカエルの方にどんどんハマって、もちろん植物よりカエルの方が楽しい。じゃあ入りは植物だったんですが、その今は逆転してカエルが大好きっていうところで、今どんどん積極的にこう活動なさってるっていうことです。本当に素敵ですよね。こうカエルグッズも大好きです。風神雷神上のこれで全部、はい、ミストが水が行くようになってて、でそして排水までちゃんと管理できているというところなんで、これは素晴らしいシステムですよ。すごい。今一斉に水が散布されてますね。まさに熱帯雨林に降るスコールのような。これをこうつけて、これが1日3回うち。自動で。自動でな。大体こうやってミストをすると、ミストした後ぐらい泣き出すんですよ。あー聞こえた。あとはこの音を拾ってくれてるかどうか。確かにそうですよね、野生のカエルもやっぱり雨上がりとかよく鳴いてますもんね。ま
まるでスズムシみたいな綺麗な音じゃないですか。こちらの熱帯植物って字かっこよくないですか皆さん。実はこの字ご本人が書かれてるんですよ。そうですよね。そうです、自分で書いて自分で貼ってるっていう。 この辺も出ますよね、はい、実はあの私の家の植物ゾーンもこれ貼ってます。めちゃめちゃ達筆ですよね。もともと習字かなんか習ってたんですか。習字か、僕元の仕事が仕事。そうだったんですね、はい、お仕事になってたんですね。仕事。なるほど、素晴らしいです。ジャングルマガジンのアグラオネマ特集の、ところにちょっと僕の字がまた載っている。ぜひ皆さんジャングルマガジンの方ですね、お読みになってちょっと注目して見てみてください。どっかのページで。どうも、それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。また。ぜひ皆さん X で、マーボングさんの方、フォローの方、よろしくお願いします。まったねー。おぉ、すごっ。おぉ、上手だね。おぉ、上手じゃん。めっちゃ上手じゃん。すごい。あー破れた。おお上手だね。破れてないとこで。おお素晴らしい。おおすごい。おおすごい。あーもうおしまいだな、はい、イエーイ取れたー。